西尾さん出てもらった時に話しなかったんですけど、やっぱ2人がポール・ギルワーで育ってるんじゃないかっていう。まあ育ってる。その話触れなかったね、やっぱね。ポール・ギルワーと、うん、ポール・ギルワーと、そうっすね。でも盛り上がらないよいいけど、うん、ちょっとなんか話食ってみてくれないかな。ポール・ギルワーと黙らしょ俺でもね、うん、すげえポール・ギルバートがなんかこうマニアみたいに好きかって言われたらあんまそうでもなかったんですよ。あ、じゃあケンケンと一緒だ。なんかこうプレイスタイルは好きだけど、どういう人かはよくわかんないみたいな。俺はなんか、あ、こいつのプレイだったらコピーできるなって思った。でもわかりやすいですよね、うん、ふわりが。そうそうそう、ね、そうそう、確かにそれはあったかもしれない。で、あとなんか友達のお兄ちゃんがあのグリーンティーンズ・シックスティーンズ・マインドを弾いてるのを見て、はい、何それ。ああ、わかりますわ。やられたと思って。タッピングのあんなの弾くのすごいよね。そうそうそう、ありましたね。え、どんなやつなの。なんかでビールってまだあるんですか。あ、ありますあります、いっぱいあります。なんかこうやってなんかなんかさ、このなんていうの、こっちがピロピロしてて、うん、かっよく見えたんじゃない。しかもなんか メロディアスじゃないですか。そうそうそう、それがすごいなと思った。やられたわ、ちょっとビール。やられたって思う瞬間があったんだやっぱね。そうそう、しかもなんかその何ていうの、友達の兄ちゃんが弾いてるっていうのがまだムカついたんだよね、なんかあ、次のみんなの分出しとけば。元気、え、みんなの分、あ、3人分。ミスタービッグは好きですが、レーサー X はハマりをそんなにハマりませんでした。レーサー X の俺なんか結構なんか好きでしたね。俺もなんかあれしか聞かなかった、なんかフライングドッグ。あー、フライングドッグね。フライングドッグ、それポール・ギルバートの単品のやつ。単品ポール・ギルバートの単品のやつ。あ、すいません。ちょっとこれね、なんかベルギーのすごいやつでいただいたんですか。ってわけじゃなくて、これちょっとね、今日買ってきたの。ベルギーのやつがあるんですね。あとつまみも。あ、マジですか。ちょっとシャレたもん買ってきたんで。テイクカバーは難しい。テイクカバーが一番難しい。